陽子は高校2年生。ちょっと内気な女の子なのですが、今日は思い切って憧れの浩二先輩を屋上に呼び出しました。なぜって、それは卒業していく彼に勇気を出して告白するため。さあ、そろそろ卒業式も終わったようです。先輩は来てくれるでしょうか。悟空。浩二先輩、まだかな。よく、くん、はあ、小池、小池、あ、先輩、ごめん、遅くなっちゃった。はあ、小池、いや、なんか、ちぐさすいません。どうしたん、こんなところに福山呼び出したりして。卒業おめでとうございます、先輩。どうもな。あと、ずっと借りっぱなしになってた CD?うん、すっかり遅くなっちゃって、チャーチェン、どうも、あちゃーした。ああ、小池、これか、どうだった？結構良かったっしょ、桜坂。あ、はい、この小池くんとか、すごい好きかも。ああ、これか、いいよな。じゃあ、こっちの曲とか、新曲好きなんじゃない？あ、はい、それも良かったです。じゃあ今度別の油も持ってくるよ。あ、いや、あ、いや、その、あ、そっか、もう福山学校来ないもんな、俺。あ、はい。あれ、じゃあ用ってもしかしてこのことだったの？ CD とかでさ、別に教室とかに分かしてくれてもよかったのよ。いや、そうですよね。いや、それはそうなんですけど。うん、どうした小雪。あの、なんだよ、急にとあまり混んじゃってさ。私、これ、きりになっちゃいますもんね。ああ、小雪。小雪くんに会えなくなると、俺も寂しいや。私、私、え、あ、そんなに気に入った？ライブ？よ、じゃあそういうことじゃなくて、先輩のもんやから、ずっと持ってたかったなっていう。え？いや、先輩って今、あれの人とかいるんですか？いや、いないけど、こういう気ぐらい。じゃあ、好きな人とかは？どうしてそんなこと聞くの？いや、どうしたの？前から先輩のこと好きみたいな、あって、あ、へん、うん、あん、うん、うん、あ、あ、うん、あ、うん、よ、お、え、お、あ、小雪、ごめん、小雪くん。え、ほら、第二ボタン大好きな人にあげたいなと思ってて、だからさ。せっか、先輩、好きな人いるんすね。あ、うん、まだ気持ちは伝えてないんだけどさ、小雪。そう。だったんすか。やだ、もう、私全然気づかなくて。ほんとごめんな。Yeah.